北極協議会加盟国オブサーバー参加国北極協議会は1996年9月のオタワ宣言に基づき設立されたカナダ、デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、ロシア、スウェーデン及びアメリカ合衆国の北極圏8カ国が参加する国際協議体である。略称は AC、ノルウェーのトロムソに常設事務局が設置されている。 技術の進展や北極海における決氷域の縮小等による北極域における経済活動や環境保護にかかる問題に関して国際的な協議及び協力を図るために設置された1989年設立の北極圏環境保護戦略を継承している新規の加盟国は認められておらず現八カ国で固定されている 議長国は加盟国から選出され、2年交代である。正式な加盟国のほかに、常時参加者として、北極圏諸国に居住する先住民、団体6団体が加わっている。常時参加者は決定権は許さないが、その発言力は大きいと評されている。また、北極地域以外の常任オブザーバー参加国としての12カ国が参加しているほか 政府間地域間議員間組織9団体並びに NGO11 団体も常任オブザーバーとして加わっている。毎年の会議の際に参加申請を出して、その会限りのオブザーバーとなる非常任オブザーバー参加国もある。2008年にカナダ、デンマーク、ノルウェー、ロシア、アメリカ合衆国の5カ国だけで北極海会議が主催されたために、 参加5カ国と他の参加国の間でやや緊張が高まっている。日本は上記のように2009年よりオブザーバー参加ではあるが2013年3月19日に外務省が北極評議会も職省とする北極担当大使の新設、任命を行うと関与を深めている。フィンランド外相ティモ・ソイニが2019年5月の閣僚。 会合議長を務めた。半年に一度、北極評議会は、議長国のどこかで高級実務者会合を開催する。この実務者らは、加盟8カ国からの高級代表であり、時に大使でありながら、スタッフレベルの調整を委託された、外務省高官であることもある。常時参加六団体と公式オブザーバーの代表も、また参加する。2年周期の終わりになると、 議長は2年間の活動の集大成である閣僚級の会議を開催する。加盟8カ国の多くは、それぞれの外交や北極問題を扱う外省か、環境省により代表されている。会議が開かれた街にちなんで名付けられた、正式ながらも拘束力のない宣言は、評議会による過去の成果とその後の活動をまとめる。これらの宣言は、気候変動、 持続可能な開発、北極圏の監視と調査、残留性有機汚染物質及びその他の汚染物質、そして評議会のアーキンググループ5団体の活動について、などに言及する。ノルウェーとデンマーク、スウェーデンの3カ国は、各々の議長のために一連の共通の優先事項について合意した。2009から2013年の事務所を共有する、 ことでも合意している。ワーキンググループは海洋生態系全体に影響する海氷の喪失や氷河誘拐、ツンドラの回答や食物連鎖における水銀の増加、そして海洋酸性化など北極の難題を文書化する。評議会の加盟国は北極圏を保護する行動指針に同意したが、ほとんどが実現したことがない。歴代議長国と 閣僚会合の開催都市持ち回りの閣議彫刻は北極評議会の行政面を扱う事務局を維持する責任を負い半年ごとの会合開催やウェブサイトの運営、レポートや文書の分配などを行っている。ノルウェー局地研究所は2007年から2013年までの6年間事務局の役割を果たした。これは前述の合意によるもので、 この臨時事務局には3人のスタッフがいた。2012年には、評議会は、ノルウェーのドロムソに常設事務局を設置する方針を示した。2013年2月1日より、アイスランドのマグネス・ヨーハネッソンが局長を務めている。これに加えて、北極評議会は、以下の6つのワーキンググループと4つのプログラム及び、行動計画を通して活動している。 ワーキンググループプログラムと行動計画北極圏が加盟国やオブザーバーにとって特有の権益を持ち始めてから北極評議会は時として安全保障及び地政学的課題のただ中にある。1996年に設立された際は平和と安全の懸念は評議会の管轄外であった。しかし北極圏の環境や 表議会の加盟国における変化により、地政学的諸問題と表議会の役割の関係性の再検討がなされた。気候変動や北極圏の開票誘拐のため、より多くのエネルギー資源と航路に今やアクセスできるようになりつつある。北極圏内には石油やガス、鉱物などの多くの埋蔵量があり、こうした環境要因は加盟国間の領土問題を引き起こした。 国際海洋法は、大陸法が200海里を超えて広がっていることをその沿岸国が証明できれば、当該国にその排他的経済水域を広げることを認めている。各国は海岸線から最大限の距離でその経済水域を主張しており、グリーンランドとカナダの間に位置するいくつかの岩や、 ハンス島とリンカーン海、米ロの間にある、ベーリング海とチュクチ海をめぐった論争がある。それに加えてある、世論調査は、アメリカ人のわずか1割に比べて、カナダの回答者の半数がカナダは、ボーフォート会でのその完全な主権を主張しようと、するべきだとした。北極圏を横断する、新たな商用航路はもう一つの対立要因となり得る。世論調査は、 他国が北西航路を国際水路として認識している。一方で、カナダ人はその航路を彼らの内部カナダの水路として認識していることを明らかにした。常任オブザーバー数の増加は他の安全保障上の問題を生み出した。オブザーバーは北極圏への関心を示しており、中国はグリーンランドの天然資源を採掘したいという願望を明確に表明した。 最終的に評議会加盟国の存在感を弱める可能性のある他の利益は何らかの手段で隠されている。軍事的インフラもまた考慮される点であり、アメリカを除いたカナダ、デンマーク、ノルウェー、そしてロシアの防衛責任は軍事的プレゼンスやインフラ建設により急速に高まっている。しかし、加盟国間で起こりうる衝突にもかかわらず、 評議会は安定性を促進すると主張する声もある。ノルウェー海軍のハーコンブルーン、反戦提督は北極圏についておそらく世界で最も安定した地域である。と述べた。関連法は十分に成立され守られていると言われており、加盟国は各国間の協力や良好な関係による北極圏の商用航路開発や研究などの分担費用が すべての国にとって有益だと考えている。これら二つの異なる観点から、北極評議会は平和と安全保障の問題を議題として含めることで、その役割を拡大すべきだと提案する者も,もいる。北欧諸国の3分の2の有権者が、比較兵器地帯の諸問題にかなり協力的であることを、ある調査は実証している。ロシア人の8割以上は、 表議会が平和構築の課題を扱うことに賛成しており、彼らは表議会において安全保障上の課題を解決することは国際連合によるものよりも大幅に時間を短縮するだろうと考えている。しかし2014年6月現在、軍事安全保障問題は時として避けられている。科学調査と資源の保護、管理に重点を置くことが 地政学的及び安全保障問題により、希薄化または緊迫化し得る優先事項としてみなされている。ありがとうございます。